人間はこのままだと悪魔に食い尽くされてしまう。白石室長はそう言ってました。そんで俺のことを強制者だって。警部補、どういうことなんすか？強制者って何のことなんすか？この模様は言ってみれば印なの。あいつらが宿ってるってね。宿ってる？あいつらが？そう、私たちの中にね。だから強制者、同時にこれがあいつらを倒せる唯一の力でもあるのよ。進藤ちゃん、あなたにもあるんでしょ、この印が。でも最後の判断は君に任せる。覚醒するかどうかは。もしその乗っ取られてしまったら？その時は仕方ないわね。試合見に行ってもいい？きっとぶっちぎりだよ。お兄ちゃんに勝てる相手なんていないんだから。もう聞いてないよ。私もねえ。犬飼がやられました。聞いている。回復には
相当時間がかかると思われます。だが報告書には一度倒した奴にやられたと。明らかに力が増幅されていると思われます。もう時間がありません。ゲートは大きくなり続けており、団地を飲み込む勢いです。このままでは恐るべき事態が予想されます。方形参事官、一刻も早く神道乱丸の覚醒の許可を。本人の意思確認は？この後に及んでは必要ありません。伊吹警視、都合が悪い。は？上が渋っている。そんな、参事官。いろいろとあるのだ、君の知らないところでね。しかし今犬飼い抜きで力を増した12号と戦うのは困難を極めます。それにまた新たなファントムが出現したら。一つ条件がある。神道乱丸を試せ。試す？覚醒させずにファントムと戦わせるのだ。しかし死亡してしまう危険性が。だが一度は生き残っている。それに彼は強制者だ。どちらに転んでもパーツは手に入る。108個のパーツの一つがね。他に方法はない。犬飼い。驚いたわね、犬飼いがやられるなんて。どうする？仕方がないわ。しばらくは私たちだけでやるしかないでしょう。彼のことなんだけど。神道ちゃん、許可は下りなかったわ。上の連中、今さら何を怯えているのかしらね。でも彼を二課に編入させることは正式に決まったわ。ふん、よくわかんないけどいいんじゃない。あの子もその気みたいだったし。すべて話したんでしょ？ええ、必要なことはね。ならあとは私が本人に直接話すわ、いつものように。やめて。だって伊吹刑事だな。さくら、本当に悪魔が。やっぱここか。花園、昨日朝帰りしたんだってな。なんでそれを。噂になってるぜ。あ、二課の鈴鹿警部補と深夜のデート。たく、お前ってやつは一体何人の女といい思いしたら気が済むんだよ。そのうち罰が当たるぜ。なんとでも言えよ。ところでさ、妹さん元気か。ああ、さやのことか。相変わらずだよ。昨日なんか朝帰りの件で散々ガミガミやられちまってよ。門限まで決められちまったぜ。たく、俺は子供じゃねえったの。そうか。で、彼女、その付き合ってる人とかいるのか。さあな。そういや聞いたことねえな。本当か。なあ、これから飯食いに行かねえか。俺のおごりでさ。あ、いいけどよ。でもさやの作った弁当もあるし。そうか、そいつは俺が食ってやるから心配するな。おい、お前少しおかしいんじゃねえのか。神道巡査部長。伊吹警視。敬礼はいらないわ。神道君、ちょっと付き合ってほしいんだけど、時間ある？はい。じゃあ食事でもしながら。はあ。悪いけど彼借りるわね。ったく、何なんだよあの野郎はよ。ざけんじゃねえぜ、まったく。やっと。さくらちゃん。あみちゃん。ねえ、どうしていつも一人なの？みんなと一緒に遊ぼうよ、その方が楽しいよ。うん、私はいいよ。あ、お兄ちゃん。おかえり。さくらちゃん、バイバイ。行こう。
どうもごちそうさまでした。うまかったっす。そう、よかった。でもケイシってすごいっすね。いつもあんなレストランで食事してんすか？まさか。今日は特別よ。そうっすか。でも今日のことはサヤには内緒にしとかないと。弁当のこともあるし。サヤって妹さん？ええ兄弟。もう世話女房みたいなやつでうるさくてうるさくて。あれ、どうして知ってんすか？羨ましいわ。私には兄弟がいないから。はあ。じゃあ私はタクシーで戻るから。伊吹警視。え？何か俺に用事じゃなかったんですか？今日はいいわ。また別の機会にでも。はあ。13号、本当にタイミングがいいわね。グズグズするな！直ちに非常線を張れ。いいか、怪しい奴は一人たりとも逃がすんじゃねえぞ。なお犯人像は依然としてつかめず、警察では一連のバラバラ殺人事件との関わりを示唆しています。張り切ってんな立川は。今回はあっちの管轄で助かったな。けど応援要請があるかもしれねえぞ。どうせ犯人はあの化け物たちだぜ。行ったところで特攻の奴らが出てくるだけさ。だな。で、どうだったよ、このモテモテ野郎が。え？いいじゃねえよ。今度は警視庁公安部切っての美女、伊吹警視かよ。たく、おめえってやつは。なあ、妙だと思わないか？何が？俺たちって、一体何のためにいるんだ？え？今日の目まぐるしいほどの犯罪の増加と、無差別テロなどの凶悪犯罪に対処されるために設立されたんじゃねえのか？けど結局は何もしてない。え？どういう意味だよ。マグロ拾いみてえな辛い思いを現場でしてんだぜ俺たちは。それだけだ。通常の事件は所轄が扱うし、バラバラ殺人は特攻だ。進藤、おめえ何が言いてんだ？なんか割り切れねえんだよ。俺は町田の事件の犯人に復讐するために特機に志願した。だが実際には肝心なところじゃ何もしちゃいねえ。いつも何かに邪魔されてるみてえで。気づいたよね、さくら。かすり傷よ。やはり二人では難しいわね。全部ガキね。本体はいないわ。いずれにしても成長する前に片付ける必要があるわね。ねえ、彼に会ったの？あったわ。それで？話さなかった。あらあら、鬼の息吹がどうしたのかしら。今さら同情？そうじゃないわ。私は無駄が嫌いなの。無駄？今進藤蘭丸を二課に呼んでも無駄ってこと。どういうこと？殺されるだけよ。なるほど、上が考えそうなことね。そうすればどちらが死んでもパーツは手に入る。私たちにとっては危険な賭けかもしれないけど、上の連中から見ればリスクの少ないやり方ね。この間デートした時、彼ますますあいつらの味が濃くなっていたし。ふざけないで。もう冗談よ。大丈夫？聞いたわね、
もしかしてあの子。そうね。最後の判断は君に任せるわ。覚醒するかどうか。覚醒って一体何なんだ。お兄ちゃん。あ、電話。大丈夫？顔色良くないよ。平気だよ。はい、もしもし。新藤蘭丸くんだね。ええ、そうですけど。お宅は？ゆえあって名は明かせないことをお詫びする。実は君の疑問に答えたいと思うのだよ。疑問？そうだ、君が今感じている疑問だ。誰だあんたは。心配はいらない。私は君の味方だ。君は特技の存在について疑いを持ち始めている。そうだろう。そして君の内部に救う謎の力についても、人はそれを悪魔とも呼ぶがね。私はそれを知る立場にあるものなのだ。知りたくないかね、真実。その前に俺はあんたが信用できない。それはもっともなことだ。ではヒントを与えよう。私は君のご両親を殺した者を知っている。何？あの事件は本当に気の毒だったと思う。私は君の手助けをしたいと思っているのだよ。復讐のね。貴様何者だ。お兄ちゃんどうかしたの？大きな声を出して。さや、ちょっと出かけてくる。お兄ちゃん、こんな時間にどこ行くの？うるさい。この穴から奴らが。私の両親もあいつらに殺されたわ。君と同じように。そうだ、君には力がある。彼らを倒せる唯一の力が。くそ、離せ。叫んじゃねえ。しつけぞおめえら。科捜研の時に出やがったやつじゃねえみてえだな。上等だぜ。やっぱりてめえらがあん時俺の両親を。ぶっ殺してやる。大丈夫？ああ、
なんとかな。六条、お前なんでここに。部屋にいなかったからここかもしれないって。ありがとう、おかげで助かったよ。なんか愛想のないやつだな。仕方がないの。覚えてないでしょうけど、彼 B 棟に住んでいたのよ。あいつも町田の団地に。犬飼いには妹がいたの。妹。でもあの日連れ去られた。生きているのか死んでいるのか今もわからない。犬飼いはずっと妹を守れなかったって自分を責めているの。けど悪いのは彼じゃない。でも生きてるって可能性はあるんだろう。クレハが言ってたわ。あの時いっそ殺されてしまっていた方が犬飼いにとっては楽だったかもしれないって。進藤君はどうしてここに。電話があったんだ。電話？誰なのかは分からない。ただ俺にこの場所に来るようにって。きっと公安よ、あなたを試そうと。試す？あなたと13号を戦わせて。うん。もしかしたらあなたを殺すつもりだったのかもしれない。いや、あれは公安なんかじゃねえ。え？電話の男は俺に真実を教えるとか言ってた。真実？俺の復讐の手伝いをするとも。進藤君、お願いがあるの。ん？もうこれっきり、二度と私たちとは関わらないで。全てを知ってしまった。俺は後悔なんかしない。覚悟はできているのね。これは儀式。次回特攻覚醒。